青山浩治は、北海道函館市出身の元プロ野球選手、宇藤右内、野球解説者。小中学時代は主に外野手を務め、北海道函館工業高等学校時代から本格的に当手に転校。高校3年春の全道大会では、決勝で北海高等学校に敗れて準優勝。高校3年の夏は、 南北海道大会でベスト4に進出した。高校1年時のエースは、大学の先輩でもある、石川県だった。青森県の八戸大学に進学し、大学通算20勝無敗の成績を挙げた。2005年の明治神宮、野球大会代表決定戦では、東北福祉大戦で後に、チームメイトとなる、松崎慎吾と投げ合い、延長十回の末、六から五で敗れた。 2005年の大学生、社会人ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから30名指名を受け入団した。背番号は41。2006年、レギュラーシーズンの開幕から一軍に入ると、主に中継ぎとして起用された。先発投手が早く降板した試合では、ロングリリーフも務めた。セーパー交流戦終了時には、チーム最多の34試合に登板。 5月31日の阪神タイガース戦でプロ初勝利を挙げた。阪神リードで8回裏にアウトから登板し、4球しか投げなかったが、9回に味方が逆転したため、勝利投手となった。その後、8月上旬に2軍降格。9月下旬に再び1軍に合流し、最終戦に中継ぎで登板。11月1日、仙台市内の病院で、 周期キャンプ練習中に痛めた右膝の手術を受けた。2007年開幕から先発ローテーション入りを果たし、開幕2戦目の西武ライオンズ戦に先発し、6回1失点に抑えて先発での初勝利を挙げた。5月7日には北京オリンピックアジア予選日本代表第1次候補に選出されると5月13日のオリックスバファローズ戦では初完投。 初完封、初無支球試合を記録。しかし、その後は9試合で1勝7敗の成績で中継ぎに配置転換された。7月下旬には2軍に降格し、9月下旬に再び1軍に合流した。2008年は抑え投手として、起用3月30日の日本ハム戦でプロ初セーブを挙げた。シーズン途中で、 小山が抑えに起用されると、中継ぎと谷間の先発をどちらもこなす、スイングマンを担った。2009年、故障により出遅れる。5月19日の昇格後は抑えを務めるが、7月からは、日本球界に復帰した福森和夫が守護神で固定された。以降は中継ぎを務めていたが、7月中盤には二軍、降格。9月の最小覚悟は先発として起用され、 楽天の球団史上初となるクライマックスシリーズ進出を決めた10月3日の西武戦で先発して3本の本塁打を打たれるも9回5失点で2年ぶりの関東勝利を挙げた。またこの年の7月に高校時代の同級生の女性と結婚した。2010年3月31日の千葉ロッテマリーンズ戦で先発するが左脇腹板を起こしわずか2球で降板した。 先発投手が2級で交板は、球団の最短記録である。復帰後は、中継で起用されセットアッパーに定着し、片山博史氏、小山新一郎との勝利の方程式、スリーマウンテンズの一角を担った。この年は41試合に登板し、自己最多の5勝、チーム最多タイの15ホールドポイント、防御率1.72の成績を残した。2011年、 開幕当初は先発で、開幕カードでも先発登板したが中継ぎに戻った。2軍降格を経験するが、51試合に登板し、3勝4敗二セーブ、チーム最多の26ホールドポイント、防御率2.79を記録した。2012年3月18日、横浜スタジアムにて2012年1月5日に、函館市内の病院で、 第一子となる長男が誕生した。キャンプでは、ダレルラズナーからの守護神の奪還を目標に掲げ、5月からは、そのラズナーの故障により抑えに定着。同9日から15日にかけて6試合連続セーブの日本体記録を達成、初の月間 MVP にも選ばれた。オールスターにも監督推薦で初出場した。そのままシーズンを通して抑えを務め、 チーム最多の61試合に登板。2006年に福森和夫が挙げた21セーブを超える22セーブを挙げて、球団記録を更新した。2013年、抑えとして起用されるが、5月の後半からは、ラズナーと役割が入れ替わり中継ぎとして起用されるようになる。その後は6月12日から8月3日まで16試合連続無失点を記録するなど、 セットアッパーとして復調。この年も60試合に登板し、2年連続の60試合登板と、監督推薦でのオールスター出場を果たした。リーグ優勝を決めた試合では、共にブルペンを支えながら、怪我により無念の途中離脱となっていたラズナーのユニフォームを着込み、ビールかけに参加。日本シリーズでは怪我のためベンチ入りできなかった。オフの契約公開では、年俸は、 大台となる1億円となった。2014年、キャンプでは、守護神争いに加わるも、開幕一軍に入ることができなかった。昇格後は中継ぎとして起用されたものの、5月にに、軍落ちとなる。また、セットアッパーとして、福山博之が対等したこともあり、再昇格した六月十八日には、自身三年ぶりとなる先発登板を経験し、六試合に先発する。 8月に再び2軍へ降格となり、最終的な登板数はプロ入り最小となり、2007年以来のセーブ数例に終わる。2015年、守護神学会をテーマに掲げたが、クローザーは高卒2年目の松井勇気で固定されることとなった。セットアッパーとして開幕を迎えた。自身最多タイとなる61試合に登板し、ホイップも初めて一応切るなど、 リーグに遺体の35ホールドポイントをマーク。これは、前年に、福山博之が記録した 27HP を上回り、球団新記録となった。また、6月28日には、通算400試合登板、9月14日には、通算100ホールドをそれぞれ記録し、海外 FA 権も取得。5歳上の小山新一郎がこのシーズン限りで、引退となったことにより、 ハエ抜き投手では最年長となった。同年の7月1日には仙台市内の病院で第二子となる長女が誕生した。2016年、主に8回のセットアッパーを任される。開幕3戦目となる3月27日の福岡ソフトバンクホークス戦で延長10回に登板すると2、3イニングをも失点と打ち込まれ、敗戦投手となった。他の中継ぎ投手も 不安定だったことからその後も接戦で起用されるが、6月15.16日の読売ジャイアンツ戦では2試合連続で救援に失敗。前半戦は5敗、防御率は6.39の成績で、前半戦終了と共に2軍降格となった。その後ファームでは8試合で無失点を記録し、8月19日に最昇格。9月は登板した全13試合を無失点に、 抑えるなど、15試合連続無失点のままシーズンを終える。オフに、海外 FA 権は行使せず、楽天の残留を表明。2017年、キャンプ中に、右太もも内側を負傷。完治まで約3週間を要し、開幕1軍を逃した。4月に昇格するも、3試合の登板で降格。 その後は3ヶ月近くをファームで過ごしたため自身最小の当番となったが最小格となった7月27日以降は14試合連続無失点を記録。10月9日には史上99人目、球団の生え抜きでは初となる500試合当番を達成した。球団は青山を自由契約にすることも視野に入れていたが、球団取締役副会長だった。 星野千一の震源で止まり、オフの契約公開では、減額制限を大幅に超える67%減で、サインした。2018年1月に沖縄での自主トレへ出発する前日に、軸足である右足首の人体を損傷。しかし自分が厳しい立場にあったことを自覚していたため、治療はせずに周囲に隠したまま自主トレやキャンプを強行した。シーズンでは、 開幕1軍は逃したが4月25日に1軍昇格。当初はビハインドや大差での起用が中心だったが勝ちパターンの松井や福山などが不調だったことから5月末頃からセットアッパーに定着。52試合に登板して防御率1.85と8年ぶりに1点台を記録。チーム最多の30ホールドポイントを挙げた。また、得点圏での被打率は 098とパリーグの30イニング以上投球者で唯一となる0割台を記録した。2019年1軍へフルシーズン帯同しながら試合展開に応じた多彩な役割で救援を重ねた末に1軍公式戦としては自己最多の62試合に登板した。6月2日の対ソフトバンク戦では2点リードの7回1四万塁からの登板で 内川誠一を閉殺に仕留めたことによって、NPB 史上6人目の公式戦、通算150ホールドを達成した。さらに、8月14日に、楽天生命パークでも用された同カードで、球団ハイノキの投手では、初めての一軍公式戦、通算600試合登板を達成した。2020年、春季キャンプから、レギュラーシーズンの前半戦まで二軍で調整した後に、 9月2日から1軍に合流。9月4日の対オリックス戦でシーズン初勝利を挙げたことによって入団1年目から始まった1軍公式戦でのシーズン勝利記録を15年連続にまで伸ばした。その後の登板試合でも1勝を挙げたものの、1軍公式戦での通算登板数は自己最小の11試合でシーズン最終盤の11月2日に、 球団から戦力外通告。通告の直後には、打球団での現役続行を模索していたが、11月21日に現役を引退することを発表した。12月2日に自由契約選手として NPB から公示されたが、12月5日には、球団の主催による楽天生命パークでのファン感謝祭で引退セレモニーに参加。同期入団の選手でただ一人。 翌2021年以降も楽天でのプレーを続ける銀次を相手にラストピッチングを披露したほか引退の挨拶を野球選手めちゃくちゃ楽しかったという絶叫で締めくくった2021年以降も楽天野球団に職員として残留球団が運営する楽天イーグルスベースボールアカデミーのコーチとして活動する傍ら 在線放送局の東北放送と J スポーツの野球解説者としても活動する。最高球速時速 151km のストレートとスライダーが武器。楽天への入団後は一軍公式戦でのシーズンに40試合以上、登板を10回、50試合以上登板を7回、記録しながら、肩や肘の大きな故障に見舞わないまま楽天一筋で、 プロ生活を全うした。現役投手としての在籍年数、一軍公式戦での通算登板数、通算ホールド数はいずれも2020年の現役引退時点で楽天の球団記録に当たる。楽天での現役時代にはスライダーが毎年の投球総数の4割以上を占めていた。一方でフォークボール、シュート、カーブも駆使。2012年までは カットボールとチェンジアップを稀に織り混ぜていた。以降は使用を控えていたが、2018年から再び投げていた。その一方で、投球後のフィールディングの動作が遅く、一塁へのベースカバーが間に合わずに内野安打を許すことも多かった。2018年の NPB レギュラーシーズン途中から、楽天野球団のゼネラルマネージャーを務めている石井和久は、 青山の引退表明に際して、現役の投手時代に救援を一時経験した立場から青山の実績や投球術を高く評価。楽天一筋でキャリアを終えたことは、すごく立派だったなと思う。600試合を超えてくる投手がなかなか出ず、リリーフが4年ぐらいしか実績を残し続けられない中で、打たれたり抑えたりしながら毎試合投げ続けられたことは、すごい、まっすぐと。 スライダーが生命線だったからこそ、キャリアを長く詰めた。リリーフは二つに特化していれば、抑えて実績を作れる、様々なことに手を出すのではなく、一つの特色を磨いてもプロで生きていけるといったことを証明してくれた。若手投手には、このようなことを学んでほしいという賛辞を送っている。特技の習字は、皇筆、毛筆ともに七段を取得済み。 好物はカレーライス。スタンドでは SB 食品のカレーの王子様をもじったカレーの皇子様という応援ボードが掲げられることもあり、球場では青山がプロデュースしたカレーが販売されている。ありがとうございます。